ですね、今のままでいくと状況説明が不十分だと思うんですよね。いや、それはそうなんですけど、この場合少し足りなさすぎだと思うんですよ。説得失敗。失敗してませんよ。お互い意見を出し合ってですね。高野さんの方針でネームは編集全員が一度は見るように決まっていて、ああ、企画会議の前にちょっと休憩してこよう。お前さ、前の会社の担当作家にも全員同じやり方で接してたわけ？そうですけど。直してもらえないのは納得してないってことだろ。それができねえから余計な時間を取る羽目になる。あ、でもおっしゃることはわかりますけど、先生が言うことも理解できるんですよね。参考になったか？いいえ、全く。もしもし、りっちゃん。もしもし。どうした？使用電話じゃねえ、多分あれ彼女。今晩お土産持ってってもいい？あ、いいよ、そんな気を使わなくても。じゃあ会社に行った方がいい？いや、それは困る。じゃあやっぱり家に行くね。誰それ？聞かれた。準備してきます。お前の女か？違いますよ。高野、元気か？昨日会ったでしょ。取締役がこんなところで何してるんですか？そうそう、ちょうどよかった。ちゃんと令状は出したけどさ。ほら、会議行くぞ。あの、恥ずかしい。こんな気持ちが浮ついたまま会議に出るなんて。編集的に部数どれくらい考えてるの？8万で。多すぎる。多い証拠だ。もっと落とせ。それは、今回の収録作品はどれも20作品中上位5位以内に入っています。あと、個人的な意見になりますが、この作品は著者の前の作品より全然面白いと思います。ぼーっとしてんじゃねえよ。さっさと乗れ。お前、酔っ払った方がベラベラ喋るからな。は？あのさ、七光とかコネとか、そんなに気になるもんなの？こういうのは同じ立場になった人じゃないと。お前がどこ目指してんのか知らねえけど、いきなり 100% とか無理に決まってんだから。それは仕事ができて自信がある人だから言える言葉であって、親の力で優遇されればされるほど自分自身には何の能力もないことを自覚させられて。今日の企画会議の発表よくできてた。何してんですか？キスじゃねえの？あのさ、昼間の電話遠慮します。夜遅いですし。俺が一緒にいたいんだよ。無理やり連れ込む。はあ？何ですかそれ。ちょ、話してくださいよ高野さん。りっちゃん、メールしたけど見てないの？ああ、ごめん、地下鉄乗ってたから。はい、お土産。お友達？え？ああ、隣の人。ああ、あの、高野さん。じゃあ、私も帰るね。え？あ、ちょっと、そこまで送るから。本当？ありがとう。誤解を解かないと。でも、よく考えれば逆に関わりたくないのならこのままにしておいた方がいいに決まってる。そうだよ、その方が俺自身のためになる。何？餅いりませんか？正月うちでついた餅です。俺一人じゃ食べきれなくて。すみません、これ。あれ、まだコート着てる。どうも。あの何？さっきの女の子ですけど、昔からの知り合いなんです。それだけは。婚約者。悪い、今から出かけるからもういいか？今からってコンビニですか？何？ただ幼馴染で互いに一人っ子だったから兄弟みたいなだけなんです。お前そういうの鈍いからな。あの、俺と高野さんは恋人でも何でもないんだから、
これ以上深入りしたくないのは本音で、だけど ずっと好きな人がいるからって、だからだから全部教えろ、全部包み隠さず。今まで生きてきてこんなにもドキドキしてしまうのはあんただけだって。起きろ、今日は月曜日です。朝日奈。はい。何です？ふけ。世話してくれる人が欲しいなら家政婦を雇うか結婚でもなさってください。とにかくご自分でできることを何でも私にやらせるのはやめてください。それは編集の仕事自体を全否定しているのでは？だから言ってるだろ。ではあなたがいやいややっている編集の先輩としてアドバイスしましょう。言っとくが、俺は昔から本能でいい本か否か見極める才能があるんだ。好きな男が自分の親父を好きな場合なんつうんだ？ふも足。ここはあなたの家じゃない。見苦しい。見た？先月の売上ランキング1位、伊勢か。新人のくせにいきなり大物作家担当じゃん。こっちはいくら頑張っても下っ端しか担当させてもらえないのにさ。うぜ。とっとと作家デビューして会社辞めて悠々自適な作家生活を送りて。だからそのスキルを自分に生かせば直森賞くらいの作品が簡単に書けるはずなんだ。申し訳ございません。秋彦様はもうそろそろ学校からお戻りになると思いますので。日記？な、何勝手に。これ、あ、お前が書いてるんだよな。どこでもいいから出版社に投稿しろ。は？いや、うちだ。世の中には大金を積んでも欲しくてたまらないものを、圧倒的なものを見せつけられると、嫉妬や羨望を通り越して、だけどまあ目の前で現実突きつけられたら誰だって多少はへこむわな。朝日奈、帰ってるかな？いや、こんな時に会うタイプじゃねえよな。なんでこんなに朝日奈に会いたいんだよ。慰めの言葉が欲しいわけじゃない。そばにいてさえくれれば。お帰りなさいませ、龍一郎様。俺はそれだけで。別に何も。顔は赤いですよ。知らねえよ。熱があるかもと。ねえよ、ガキじゃあるまいし。いいから。俺思ったより弱ってるかもしれん。頭が痛い。昔からこいつと一緒にいればなぜか元気になる。なんでだろう。本当に欲しいのは。やめなさい。あなたはどうして。なんだそれ。俺は。はいはい。おい、電話なんか後にしろよ。はい、承知しました旦那様。いやいや、俺のおもりをするくらいならやめちまえ。私のような世話をする者がいなくなって困るのはあなた自身じゃないんですか？何の不都合もない。わかりました。何やってるんですか？会社辞めるって本当か？はい。俺は知らない。私はもうあなたの世話役ではないので。とにかく話は後です。無礼を承知の上で申し上げます。私はあなたが好きなんです。親父のことが好きなんじゃないのか？もちろん旦那様は我が家の命の恩人です。尊敬してもし尽くせない大切な方です。なんだよそれ。勝手に解釈すんなよ。お前が俺に思ってることは俺がお前に思ってることだ。お前は俺のことを何も分かっていない。何年一緒にいたんだ。お前のせいで俺は迷惑している。最大の問題は俺が本当の俺を嫌いだということだ。全部お前のせいだ。あまりにもそばにいることが当たり前だと思っていたから。私のことを考えてくださったことがとても嬉しくて、あなたについていこうと決めました。
元気出せ。はい。初めて俺に笑ってくれたんだ。